まず大きな負担です。さよならを告げるとき、その価値があったのかを考えます。終わりのない日々、私は一人、友は消え一人、また一人、終わりのない夜と日々を歩む。年月が過ぎても心は痛む。全ての時が捨てた人たちのために、引き起こした痛みにごめんなさい。止まらない人生で、今宵なさい、さよなら。鏡の中で顔が変わる、でも私はそのまま孤立し、阻害された。これが人生なのか、ただの夢なのか、残酷な冗談なのか、それとも僕の活気がひゃまる。終わりのない夜を漂いながら、正しいと感じる全てを疑う。この無限の劇に意味はあるのか、それとも私たちは灰色の影なのか。ごめんなさい、さよなら。この終わりのないトネイを越えた空で、永遠の重さ重く冷たい。ごめんなさい、私は手放さなければならない。次回まで。